向こうのクラブはどうしてそういう厳しさあるかっていうのは会長選挙があるね。でも社長っていないの、みんな会長ね。勝たなかったら、うん、もう一人が手を挙げて俺はこうするんだって言い出す。そして勝ち続けることによって安泰。ああ、なるほど。バルセロナとかレアルとかヨーロッパもベルスコミが会長やってるね、はい、社長っていないの、 GM がいる。だから日本は企業スポーツだから、あ、社長が来る、それは親会社から来る。日経に出るもん、あの人事異動が。あクラブチームの人事異動が日経に出る。サッカーマガジンとかサッカーダイジェストじゃない日経新聞に三菱からレッドに行ったって言うんだよ。まあそういうところからその世界との違いとかね、現場のスケールとかどこが違う、どこがいいって、ただプロだからかって言っても全然そこが変わらない限りは世界には及ばないんです。そういうところをやってるところになかなか近づけないっていうことがある。どっかのね、あのポストで J リーグに来るっていうのはサラリーマンだな。本当は天下り的な感じです。いやだからそこまでお金を動かすっていう管理するんだよね。僕が日本に来た時に坂部長が今の社長のような年間の予算を管理する仕事で行ってこいっていうね。経営する権利ないの。だからいつまでいるか分からないし、勝ったから修正することはないし、終わりだよっていう。企業スポーツですね。そうだね、サッカーも日本のスポーツ全部プロスポーツは企業スポーツ。そこが世界との金の動かし方の大きな違いがそこに出てくる。あとはクラブでは監督を肯定するなったらコーチが就任する。あ、それは予算社会の工夫、落ちないために監督を変えるというか、その手段を使うというか、優勝するために監督を変えないというか。だからそこがやっぱり選手監督だけの激しさでは世界とは変わらない。だからどうして世界は強いかというと、強くなかったらダメだっていうのは。そういうところがやっぱり日本の文化であって、スポーツ社会であって、まあ、それで成り立ってる国ですから、だから名門が生まれないで、名門作らなかったらね、機関車だよね、そのプロリーグの。名門作らなかったらね、プロリーグはね、成長しないんですよ。今 J リーグで名門って、まあ元名門がいっぱいいる。鹿島とかベルギーとかジュビロとか、まあガンバ、そうガンバとか、はい、元名門いっぱいいるんですよ。昔あの高校サッカーでね、打倒帝京高校ってあった。ありましたね。今打倒どこって ないの。今そういうのないですね。しぼんでいくの。やっぱりね、横綱がいなかったら相撲終わりよ。あ、どっかに目かけてどっかに行ってっていう目標がなかったらさ、やっぱりみんな普通じゃん。そうですね。日本サッカー協会で FIFA が選挙をやれって言ったら、ちょうどね、今の田島と原が初めて選挙だった、はい、で、2人とも自分 のこうやりたいっていうのが、はい、プレゼンテーションがあって、はい、でその選挙に1票入れに来る都道府県協会が理事長だよね、はい、会長じゃない。あ
そこがやっぱり地元でも会長も争って、で会長が将来俺も日本サッカー協会の会長になりたいって争いに来たらいいんですよ。なるほど。結構そういう政治家いるじゃない。あ、はいはい。まあ僕から見れば賢かったじゃないかなって思うんですけど、10メートル離れてからもうめちゃめちゃうまい選手。チームを引っ張るとか、はい、キャプテンマークをつけてるときにちょっと違う、ジェントルマン、結構ゆっくりやってるようになってるけどめちゃめちゃファールするのはないから、Vamos registrar o meu canal.